その土地のお米を、その土地の水を使って醸し、その土地の人々が味わう。地酒とはそういうもの。ちょっとディープな川越観光案内。みんなで酒の旅おはようございます。3月9日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな川越観光案内の時間がやってまいりました。30分というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。この番組は FM88.7 メガヘルツ、川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。ということで、地味なの?地味です、ね。それではですね、一番地味なパーソナリティであります小江戸川越のらりくらりと、一番地味なアシスタントであります辻坊真由ること辻原真由美と私が入っていいんですか？はい、入ってみましょう。はい、ありがとうございます。そこまで地味ではないと思っていますラジオ川越でね、ほろよいタイムズやっております木村亮介です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お待たせしました、ね、はい。そしてさらによろしくしていただきたい、はい、はい、この番組は小西様と毎週日曜日午後5時半放送、ニューヨークの最新情報をお届けするニューヨークブリーズでおなじみの大橋小雪様の提供でお送りいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか増えて気持ちいいよね。嬉しいですね。気持ちいいよね。なんかそのうちご覧のスポンサーのっていう。ご覧のスポンサー出したい。見られない、見られない。ラジオじゃないから。で、木村亮介さんね。はい、今、ちらっと自己紹介でもおっしゃっていただきましたけども、レディオ川越で。はい。はい、毎週水曜日22時45分から15分枠で、はい、お酒を飲みながら、はい、ただただ食べると。たまに特番で柚子の皮を剥いたり。あ、はい。先月剥きました。ね、やってますよね。はい、まあ、お酒といえばね、はい、今回はあの方ではなかったと、はい、今回は、はい、はい、しわしおりさんではなかったんですけどもね、ラジカもやっぱりね、たくさんのパーソナリティさんがいらして、うん、はい、別にしわさんだけがのんべではないという、しわさんだけがまた失礼な風評被害をね、言っておりますけども、ラジカの他にも、はい、はい、おかげさまで川崎 FM って、ね、はい、神奈川県の方に、はい、あります FM 局ですけれども、はい、そちらの方でも同じように酒を飲みながら番組をやっておりますね。スタジオで煮炊きをしてるっていう。煮炊きお酒しか飲んでないじゃないか、ね、川崎 FM とは言いましても、はい、ミュージックバンカーっていうね、はい、芸能プロダクションのスタジオの一角でやるんですけども、うん、そうなんですよ。あそこでおじさんが3人、うん、4人入って煮炊きをして酒を飲む、はい、後の換気はどうなってんだっていうね。大変ですよ、その次スタジオ入ると、ね、本当ね、空気清浄機くんに頑張ってもらってます、ね、すごいですよね。換気扇も欲しいところですけどもね。で、辻坊ほら、はい、何度となく木村さんと共演をして、はい、共演をしてる、共演をしてます、ね、はい、してますね、ます、ね、お酒飲めないのに、うん、やってるってこう のれんをね、こうクイッとお酒飲めない、やってるってこう言っちゃ う。なるほどね。もうね、収録時間抑えられてるんで、はい、キョイッと登場する、はい、今日いるよね、うん、みたいな。なんかたまたまいた人をゲストに引きずり込む流れ。はい、もちろん、来るもの拒まずです。すいません。なんか先週そんなありましたよね。たまたま生放送が終わった、はい、長田恵美子さんをスタジオに引きずり込んだっていうね。はい、これなんかうつぼみたいな番組なんですけども、うつぼ、うん、じゃあ辻坊は本格的には飲めない？全く飲めない女です、ですよね、全くです。飲まないわけじゃないよね。でも口にしわしてるよね、一応。多分体は受け付けないんですけど、少量なら、うん、で、あと興味がある、うんうん、お酒に、うん、っていうので、うん、木村さんにいろいろ教えてもらってます。中学生か。中学生まだ飲んじゃダメだよ、ね、え、お酒って中学生こら、あれ、こら、飲んでたけどな。Cでございます。さて、はい、でね、今回は、まあ、普段川崎 FM とラジオ川越で活躍しておりまして、ね、木村さんね、はい、埼玉県のお酒をちょっとね触れようかなと思いまして。いいと思いますね。これがないとリスナーさんが納得しない、シリーズ、
の一つで、今日はあれは封印しておきますか。あ、はい、あれは封印しましょう、あれは封印して、はい、真面目にですね、はい、ナレーターが本気で読むシリーズをお願いしたいなと思います。はい、本気だぞ。本気で。はい。埼玉県は隠れた酒どころ。日本酒といえば灘や新潟のお酒が有名ですが、実は埼玉県も侮れない実力を持っています。その出荷量は直近の都道府県別の2022年12月から23年11月では1位の兵庫県、2位京都府、3位新潟県に続いて全国4位。なんと22,081キロリットルをキープしています。さらに前年同期比で全国平均 96.2% を上回る 102.3% の伸びを示しています。ということで ね、なんか読み切れないぐらいたくさんの22,081キロリットルを埼玉県で作ってるっていう、ね、ということは、はい、新潟県が 44,000 作ってるってことですよ。3位の新潟県の半分です、うん、はい、はい、お、半分で、はい、半分で4位っていうのは、はい、これね2012年だか11年だかからね、はい、4位に上がってるんです。クイッと、はい、でこれはね、まあ、忘れちゃいけないのが、今日が3月9日でしょ、あさって3月11日、うん、あの震災がありまして、はい、で東北の酒蔵さんがかなりやられちゃってるんですね、うんうん、そうね、うん、それでまあなんていうのかな、こういう言い方しちゃうと軽いんですけど、繰り上げ当選みたいな軽っ言葉、はい、なるほど、うん、本当はもうちょっと下だったんですかね。もうちょい下だった、6位とか、それでもかなり上位、はい、埼玉県だから。ただその東北6県がね、はい、その震災の被害に遭われて、うん、まあ、早く復活してほしいねっていう、じわじわとこうなんか復活してる蔵もあるんですけど、あと他の蔵に依頼して、うん、醸造していただいて、うん、ありますね、ありまして、はい、で木村さんがねよくね、ご自分の番組でしばらく続いたのが1月か2月頃ね、うん、ずっと秋田県シリーズやってました、ね、はい、秋田ずっと飲んでますね。これ、はい、結構美味しいお酒がありましたよね。秋田めちゃめちゃ買っちゃいましたんで、うん、買っちゃいました、はい、年末行ったんですか、あ、じゃなくて、なんだろう、これあちょっと話なくなるけどな、はい、年末に、まあ、毎年やってるんですけど、秋田県の酒蔵28の酒蔵が、うん、協力して作る秋田純吟醸っていうシリーズがありまして、はい、で毎年ね6本ぐらいずつ買ってるんですよ、うん、で28の中からその6本がランダムで届くと、まあ、もちろん28本か、うん、お金出せば全部買えるんですけど、うん、まあ、それだとちょっとね面白くないなと思って、うん、とりあえず6本、あと冷蔵庫のね許容量もあるから、うん、6本買いまして、その中から、番組の方に、うちの番組の方に何本か持っていった、うん、でそれを飲み切っ、年末1月の上旬ぐらいに飲み切ってしまったので、はい、そしたら都合のいいことに、はい、下旬に、はい、なんだ、再発送対応みたいな、はい、ストック分の再販があって、うん、あ、ちょうどなくなったからいいやつって2週目行きました。なるほど。今年はその6本どれぐらいで飲み切ったんですか。はい、ね、番組で使ったのと、 あと、まあ、他の人たちに飲ませた部分はあるんで、うん、じゃないんですけれども、4、5瓶です、ね、4、5瓶 で、 瓶で、はいはい、6本ですから、まあ、ざっくり5リットルぐらいですけど、うんうんうん、さっきの、ね、2万リットルとは全然足元にも及ばないレベルですけれども5リットルかける2週だから10リットルか、はい、はい、2ヶ月弱ぐらいでね、うん、あ、でもお好きな人だったらいけますよ、ね、まあ、だってほら1日1合ずつ飲んでて、うん、30日で35でしょ、4合かける6本は、うん、24じゃないですか、はい、あ、じゃあ6本1ヶ月で開くなという計算でございますね、うん、そういうことで、はい、毎日飲まれるんですか木村さんは。でもね1合ですよ。1合ってどれぐらい、うん、180ミリリットル、はい、あ、そんなもんって言ったら軽いですけど、でも、うん、それが終わったら、はい、終わり
終わり、あ、ちゃんとそこまでで、あのちょっとね1合ぐらいが入るグラスがあるんですよ。だそこにダバダバ注いで、それあくまで入ったら終わり。私もだから1合だと、まあ、測るのもめんどくさいから利きジョコっていうのを使うんですよね、はい、湯飲みみたいな大きさのもので、うん、下にこうね蛇の目って言ってね、白い、はいはいはい、白い湯飲みみたいのの底にね、蛇の目って言って青い丸が書いてあるんですよ。はい、よくあるやつです ね、でこれでまたお酒を注ぐ。これが大体1合ぐらいですよ。でこれでまず酒の色を見る。へえ、お酒の色を見るっていうのは割と重要です。はい、あの必ずしも無色透明じゃないのよ。若干黄色がかってたり、そうそう、もちろん濁ってるのかっこいいのもあったりね、はい、濁ってるのとか、そうですね、うん、ありますね。たまにコバトン書いちゃったりするんだよ、ね、なんで埼玉のどこぞのあれです。そう埼玉のね、あの10年ぐらい前に埼玉県の日本酒を襲うっていうので、ね、県の観光協会が、うんうんうん、県の観光協会と、それから県の、いわゆる観光部門、うんうん、ここがね、うん、コラボしてで酒蔵ツアーとかやってましたよ。はー、楽しそう。はい、行ったんですけどね。行ったんですか？仕事で仕事で仕事で本当に、うん、あの時はね、県の観光協会にいたんで、すごい。でその時終わった時にこれあげるよって言うんでもらったのがコバトンだった、うん、コバトン様酒くれよっていうね確かに言葉悪いな、ね、なんか空いてますけど、そうそう、おチョコだけですけど、そうそう、だからね、それで意外と知ったのが、今秋田県が28くらい、うん、ね、全部もうちょっとあります、うん、で当時の埼玉県が35くらいあったと。おでこの間調べたら確か33くらいになってた。あれ、うん、ニクラどこ行ったのっていうどこがなくなったんだろう、ね、なくなった蔵は出てこないんですよね。まあ当然ながら、ね、ないですからね、うん、そうですね。だから毎年こうメモして、はいはいはい、で消し込んでいくしかないという、うんうん、社会科の自由研究みたいな感じになっておりますけれども、はい、うん、ね、これ埼玉県でなんかおすすめのお酒とか、もしくは木村さんの好きなね、お酒の中で、醸造酒とか醸酒とかワインとかウォッカとかウイスキーとかテキーラとかいろいろ出てきましたけどね。いやもうなんだろう、ここ1年ぐらいはほとんど日本酒ですね。あ、うん、ビールとかも飲まなくなっちゃったなと、うんうんうん、なんでって言われると困るんですけどあの日本酒を買いすぎるからかな。あ、そっかそっか、うん、お家にいっぱいあるんですね。そうそうそう、常に冷蔵庫にね、冷蔵庫がちょっと空いてくると、お、埋めなきゃっていうんで4、5瓶を買ってくるっていうね。ないそのブロック崩しとかさ埋めなきゃ。それうちの冷蔵庫の最上段がビール専用になってるっていうね減ったら埋めなきゃ。6缶パックが3つぐらい入ってるんで、横並びで全部違うビールで、へー、うん、だからあの奥さん用ビールと私用ビールと2人で飲む用ビールと、うんうん、でたまにあの催事で売ってる札幌クラシック、うんうん、ありますね。これがねごそっと入ってる。ごそっとビールが尽きたことはな い。ネギが切れてもビール切らしたことはないでもいいお酒って飲むとね、うん、あのほら私ちょっと料理たしなむじゃないですか、はい、ほう、いいお酒を買ってくると、うん、なんかそれに合うおつまみ作りたくなる。お酒からだから、あ、このお酒だったらこういう系がいいかなとか、じゃあ産地を合わせた食材にしようとか、うん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 、やってみるとね、そう、お酒の味が分かるとね、このつまみいいなっていうのはね、うん、組み合わせなんとなくいけます。なんか木村さんの番組でもよくね、うん、やられてますよね、うん、そうそうそう、今日は魚が合うとか、今日これ合わなかったなとかね、うん、言ってますよね。まあ、基本食べたいものを持ってくるんですよ、うんうん、でまあ180度違うっていうんかな、そこまで冒険はしないから、うん、はい、大体大丈夫なんですけど、あの川崎の方は3人でやってるんで、はい、うんうん、たまに遊びますっていうね、うんうん、しょっちゅう遊んでますよねああそうね、先月の2月はひどかった ねすごかったよね。あの、え、これ合わせちゃうみたいな、あのねビールにね、はい、ビールと、うん、あのホタルイカのお気づけ、うん、うん、それはね多分普通に買ったら美味しいんだけど、そう、ね、そう、用意したビールがバレンタインの手前だったから、うん、チョコレートビールだったの、うん、それってもしかして川越絡んでます川越絡みましたっけ絡んでます絡んでないかな。あ、そこはね、チョコレートはね、某小江戸ブリューバリーが毎年出してたような、あのね、チョコレートデュンケルはではなかったです、うん、あの川崎の方、川崎神奈川の厚木にサンクトガーレンっていう、うんうん、ビール
出してるところがあって、うん、そこがね、出してたチョコレートビールでした。でもね、想像すると絶望的に合わなくない？だってどう考えたって合わないのは分かってるんですよ。甘いんですか？その時飲んだのは甘めのやつでした。甘め、うん、本当にね、なんだっけな、塩キャラメルスタウトっつって、それだけで飲んだら美味しそうですね。うん、後味もね、ビールの苦味はあるんだけど、うん、キャラメルっぽさは残る、はい、ちょっとね口の中が甘い感じが残るんだけど、はい、そこにホタルイカのお気づけだよこれはね絶妙に合わないでしょ。抜群ですね、生臭さが抜群でしたね。うん、際立つ、絶対そうよ生の魚介類と洋酒系はあんまり合わないって言われてますからね。洋酒、うん、ワイン、あ、ワインでも生魚はいかないか。ね、白、僕の場合は白ワインと生ガキはちょっと生臭さが残る。でやっぱり、ね、魚介類に合うお酒っていうと日本酒か山梨甲州ワイン。甲州ワインってブドウですよね。うん、甲州ワインはね、なんか不思議とね、味噌とか、うん、醤油とか生魚に合うんですへえ、これ不思議ですよ、本当にどうやって作ってるのか分かんないけど、うん、で、ここで甲州ワインと生魚はここに出てくるんですか。ね、ここのスタジオはね、はい、ダメなんです。あ、残念、壁は黒いんですけど、ダメなんです、ここは残念はい、ね、だから今度なんか機会があったら試してみたいなと思うんですけどね。山梨にお住まいのそこのあなたとかぜひお試しください、ね、そこのあなたね、そこの歌ってるあなたね、はい、ぜひ送ってくださいわ、ワインと苦いをセットでお願いします注文入りましたね、指名でね、はい、やってみたいと思いますけど川越のお酒とかはなんかお飲みになりますか。川越のお酒はもう鏡山ですよね、うん、名前は聞いたことある、はい、すぐそこにあるじゃないですか。すぐそこ一番街ですか15分ぐらい歩いたら、はい、ただですよ、たまに買い付けに行きますね、うん、買い付けに、なんかね、どちらかっていうと私はそこのお酒新潟の香りがする。そうですか、うん、なんかね淡麗な感じ。淡麗とは淡麗辛口、お水のようにスッと入った、うん、へえ、そこまで癖がない、うん、だからまあ飲みやすいっちゃ飲みやすい、うん、でたまにワイン酵母で仕込んだすっげー甘い日本酒出す。あれ飲みましたよ、甘いっすねあれね、甘い日本酒、うん、すごいの、本当に甘いの美味しそうですね。だからなんか料理のコースの中にデザートワインっていうのが、はいはい、デザートワインは飲んだことあります。あんな感じ、美味しい。だからなんだろう、シャトー・ジュケメとかあとシュタインヘルガーみたいな感じの甘口のワイン、はい、甘口のワイン俺もワイン詳しくねえんだ、うん、大丈夫、美味しんぼ調べだから。美味しんぼ調べ、はい、甘い日本酒もあるんですか。だ本当になんだろう、うん、砂糖っぽい味わいがする、まあ、もともと米からくるんですけど、ね、糖分からくるんですけど、そういった甘い系の本当に味わいが甘い日本酒っていうのはある。あります、うん、傾向としては南に行くと甘くなるような気がするんですよ。だから、うん、ピンキリかな、うん、まあ結構いろんなところでありますね。だからざっくりとした中で愛媛にね、なんだっけな、愛媛の酒蔵さんで一つね、うん、なんだっけな、友禅とほろ酔いけばなんとかっていうね、うん、お酒があるんですよ、はいはいはい、これが意外とね甘口だった。さっぱりとした甘口って言った方がいいかな。ああ、でも日本酒の甘いっていうのは大体さっぱり、うん、そこまでしつこくないですね。そう、ですね、はい、辻坊昔、うん、辛口っていうお酒をね、はい、とあるお店でのちょっと一口いただいたことがあるんですけれども、はいはい、辛口だから辛いのかなっていうか、なんかすごく刺激的なのかなって思ったら、うん、意外と飲みやすくて、うん、甘みも広がる感じを、うん、なんか不思議に思いました、はい。まあ、そこはね、日本酒の甘口辛口って砂糖的な甘い辛いではないので、うん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 、はい、淡麗にして水のごとしっていうのが、まあ、新潟県なんかはそういう作りをするんですよ、うん、で東北の方になるとちょっとね、それこそねアルコール度数が少し上がる、うん、東北上がるか、あれですか、うん、体を温めるためにとかそういうあれがあるんですか。塩分高いじゃないですか、食べ物。あ、そうなんですか。だそれに対抗するためもあるのかもしれないけど月の輪っていうお酒飲んだことあるんですよ。月の輪ってどうだ、宮城でしょ、ね、その辺じゃない、盛岡だから岩手かな、岩手か、うん、はい、すっごいきつかった記憶が、へー、うん、
だからそうやってねご当地のお酒を飲んでいくとなんとなくねやっぱりね地元のものと合わせたくなるはい、うん、でも本当ねあの秋田でいうといぶりがっこってあるじゃないですか、うんうん、あれを食べながらの秋田の日本酒っていうのはね抜群に合いますよ。あそれね、うん、そういう風に飲ませてくれるお店知ってるよじゃあそこへ紹介してください。しかも川越市内にあるんだけど川越市内の秋田県秋田料理屋さん秋田料理やってるかな今日、うん、そうそうだからねはいこれおつまみってすごい大事で、うんまあ、木村さんの番組に何回か出演させていただいたことあるんですけども、はいこの時なんか1回目あれ持ってったんですよね埼玉県の、ソーセージとか。あそうそう、うん、ソーセージいや西木ではなかったどっかから買ってきたんですか、ね、バルツバインっていうね、うんほら私がメジャーどころ行くわけないでしょ確かにバルツバインっていう、寄りの方のやっぱり自家製自分のところで豚さん育てて、うん、加工して自分のところで売る、うん、前言って一次産業と二次産業と三次産業が一緒になって、うん、六次産業っていう、うんまあ、酒もまさにそうなんですけどもそれとあと国分牧場さんのビーフベーコンかなんか持ってったのかな。そうですね、うん、ビーフ何味持ってきてもらいました、うん、でその時に僕が出したお酒は秋田県の木村酒造さんの日本酒っていう、ね、木村さんが木村酒造、はい、木村さんが木村を持っていたっていう、うんうん、ご親戚らしいご親戚なのでも全くそんなことないですけど違うんですか、うんうん、でその次が、たまたま丸広で、はい北海道店やったんで、はい、ホタテ持ってっちゃえって、はい、ホタテを持ってきていただきました。うん、ホタテのいわゆる串焼きです、ね、そうですね、うんはい、でこれも意外と合いましたよ、うん、いけましたね、うん、日本酒と合わせるんですか、はい、その時どこの持ってきましたっけね。あの時秋田じゃなかったですか。秋田はねその時はうちの番組のリクエストで前の人がこれを飲んでくれっていうやつをやったから。京都だ。あ、京都か。京都だ。そうだ、うん、多摩川だったと思います、うん、これが意外と合いまして、私はなんかあのお酒はねキレのある甘口ってイメージだったんですよ、うん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 、でホタテが照り焼き風だったから、はいはい、甘くない、うんうん、合わないわけないじゃんだ、ね、ちょっと甘めのおつまみで日本酒の味が効いた、うん、そんな感じの組み合わせになりましたからね、結果的にね。そうやってみる。でもね、実はホタテ苦手なんやねんって貝ダメですか。ホタテを舐めるなよ。ちょっと苦手やねん、うん、でもあれですよ、白いご飯に合うものは大抵お酒に合う、はい、あなるほど、まあ、そうですね、もともとね、うん、お酒は米からカレーとお酒合うのかって話なんだけどね。きっと合うよ、うん、でも多分日本酒いけますね、きっといけるよ、うん、日本のカレーだったらいける。あ、美味しそう、美味しそう。日本の、うん、日本人向けのカレーだったら多分大丈夫。インドカレーだったらちょっとやばいかな、うん、まあ向こうのお酒が合うかもしれない、うん、喧嘩したいかもしれない、ね、普通にビールが欲しくなりますねっていう。なるほど、うん、でもね、そんなお酒がね屋外で飲んでもいい季節っていうのがね、うん、24日からスタートします。小江戸川越春祭り。あれいいですよ、行かなきゃね。小江戸ビールのね、はい、缶とか、うん、鏡山のね、うん、ワンカップ持ってさ、これ飲みながらさ船乗ってる人たちを眺めてる乗るんじゃなくて乗ってる人を眺める。乗るんじゃなくて船と飛行機は見るものであるっていう人なんで、はい、桜を見ながら。そうそう、桜見ながらね。だって歩き花見酒できるんだよ。すごいですね。あ、いいですね、うん。なんならほら大手町からスタートすれば歩き花見カレーもできるぞ。あ、歩きカレー片手に、うん、はい、うん、カレー片手に、片手にお酒持って、うん、どうやって食べるの流し込んでください、うん、カレー飲み物です。ストローで飲むとかね、はい、飲んでください、うん、あると面白いと思うんですけどもね。はいはいはい、ね、なんかこうおすすめのお酒ってあります？どこのお酒を言ったらいいですか？じゃあ一応テーマあったっけ？テーマあった埼玉県で、はい、埼玉県はまあなんて言うんだろうな、うちの近所にある、完売酒造。完売さん、はいはいはい、あそこはね、寒い梅って書きます。寒梅、うん、本当地元を中心に出しているお酒です、うん、でそこ調べたら木村さんちわかる？ね調べないで調べないでください。来ないでください。辻原さん行こうとしてます
近くにセイコーマートがあるらしいから。ああ、セイコーマートもあります。そうなんです。絞れるぞ。セイコーマート店舗数少ないから絞れるぞ。どんなお酒なんですか、カンバイさん。カンバイさんとこの、特別純米。あれがね、白い瓶に入ってるやつだったと思うんですけど、あれが甘酸っぱい系のお酒で比較的飲みやすいです。あとは普通のね、純米酒、あれは缶にして、飲んでもらいたいなという、コクのある味わいですね。はい、ね、その近くにあるのがリキシーじゃないですか。はい、お隣、ね、加藤でしたかね。加藤にリキシーとお酒があってあります、うん、でそこもね、ワイン工房でね、はい、アロスっていうね、あ、出してますね、アロス。アロス、うん、こっちはね、普通に白ワインなのよ、もう、日本酒だけど、日本酒だけど白、お米から作ってるけども、うん、そう、はい、なんか本当不思議なのが、うん、なんか米と水と米麹を使ってるんだけど、うん、全く日本酒と味わいが違う、うん、そうね、すごいね、面白いですね。でもう本当にすごいね、トリビアなんだけど、うん、そこの力士の、蔵があるんですけど、はい、その一つの蔵で、昔あのジンってドラマがあったんですよ。はい、医者のやつ、うん、はい、のロケやってます。おお、あれ、あそこでペニシリン作りました。へえ、そうなんだ。そう、行くとね、だからね、あの蔵のところに、うん、その時のこう過去の栄光というか、はいはいはい、功績をね、たたえるかのようにパネルがベンベンベン。ね、でもあのリアルにペニシリン作ったとこじゃないでしょ。リアルではないんじゃないかな。リアルではないけど、ドラマの中で、うんうん、ドラマの中で、ね、ドラマの撮影ですから、綾瀬はるかさんがね、何事とか言ってね、偶然ペニシリンができたという場所でもございます、うん、なんとなくそのシーン覚えてるな、ね、結構ね、埼玉の酒もそうだけど、ちまちまロケに使ってるから、ね、新幹線大爆破のロケ地の一つが長瀞だったとかね。そうなんですね、古すぎてわからねえっていう。わかんないけどね、うん、ありますんでね、まあそんなところも聖地なんかもね含めて言っても面白いのかと思いますね、はい、うん、さてじゃあ辻坊ね、はい、大事なこと言ってみようか。はい、この番組は小西様と毎週日曜日午後5時半放送、ニューヨークの最新情報をお届けするニューヨークブリーズでおなじみの大橋小雪様の提供でお送りいたしました。はい、それでなんかミステリーハンターからお知らせが。ミステリーハンターからのお知らせ、はい、先週のゲスト様、ね、ミステリー先週のゲストさんね、はい、はい、実はまあめたい話をしますと、はい、今隣で放送してます。来てくれればいいのに。良いと思います。はい、それではここでお知らせです。なんと本日情報解禁。はい、はい、毎週金曜日のフライデーアフタヌーンブレイク、パーソナリティ長田恵美子さんからのお知らせです。はい、かつてご出演されていました TBS の番組世界不思議発見が3月30日土曜日の3時間スペシャルの放送をもって最終回となります。その中で長田さんが歴代ミステリーハンター出演回数8位という快挙を成し遂げ、ご出演されるそうです。イエーイ、3月30日土曜日、はい、ぜひ皆さんご覧になってくださいね。寂しいな、はい、それではですね、木村さん来週もよろしくお願いします、ね、はい、よろしくお願いします、はい、この後12時からは川越ライブやります、それでは締めの言葉でいきましょう。せーの、それでは本日も小江戸川越でお飲みください。飲みたいな、行きましょうか、行こうか。